ちょっときついぞお前これ。まあこのトンネルもそうですね。うわきついなこれ。当たり外れ。当たってるなこれ。やった、宇都宮随で大正の方、大正時代の方に作られたトンネルですな。うわきついな、嫌だなこれ。ちょっと勘弁してほしいな。うわ認知的にお前朝鮮トンネルじゃんこれ。ないの、諦めるのが早い。夏のトンネルもやったけど、夏のトンネルもきついな。そっか、これか。はい。難易度としては朝鮮トンネルか。まあまあえぐいな。結構えぐいぞこの。別に通れないトンネルでもないんだけど。入る前からきついなって感じたもん、このトンネル。で、図星やったやろ。はい。女性の幽霊、男性の幽霊、少年の幽霊が目撃されています。さあちょっと霊感発動して、はい、いやもう入る前にもう女性の気配を感じてたもん。もう入る時点でなんかそんな強い大ボス系のこのトンネルですな。いるんですか、これか、はい、重いなこれ夜多分重いなあ、よう自転車で来れるなこんなとこまで。自転車じゃなかった誰もいないよね。うん誰もいないよだよね。俺最初なんかこっちの先に誰かいんのかなって思った。俺自転車が引っ張っとる人がおったから自転車だなと思って見たら誰もいなかった。幽霊ですなもうやだな俺ここ。トンネル内夜間消灯中。へえ、夜になると電気消えるんすか。そうだね、いいね。さあ早速下見ですよ。はい、もう見かけないな。なんか感じます？ここから。さっきの方が強い。ああ、さっきの方がこっちの方がでもなんか見栄えはそれっぽいなっていう感じしたあれなんです。ここは明治のトンネルです。でトンネル内夜間消灯中。5時から今がだいたい5時にはなってないな。分からん。綺麗なトンネルですな。え、普通になんかトンネルとしても点数高いんですけど、その心霊関係なくね。綺麗なトンネルなんだけど。遠いな向こう見えないじゃん、あの出口。何メートルのトンネル書いてねえな。登録有形文化財。この建造物は貴重な国民的財産です。先が見えないけど、でもこのレンガ調とかね、なんかそれっぽく、ああ歴史あるなっていう感じがして、あのここの場所を調べた時にこんな感じの画像が出てきて、ここは行けるわ、ここは多分期待値高くていいんじゃないかなっていう感じで、まあ対象の方がよっぽどやばいらしいですが、さて中には入らんよ。それはかっちゃんにやらせるのだ。はい、では、はい、この宇都宮というね、宇都宮、あ、でここ珍しいことに、まああのハイキングコースなんですよね。このジオラマがあるんです。かっこいいなと思って、これ欲しいな俺。こういうジオラマ作りたいんだよな。これの長崎を作りたいんだよね。かっちゃん、こっちにちょっと立ってほしい、うん、ここの場所に、
い、今現在地がそこです。ここね、あのでその今かっちゃんの指さしてるここのところのトンネルが入り口です。よいしょ。で俺をアシスタントとして使ってるな。ここに出るの？あ、こっち上。あ、ここか。はい、そこに出るんですけど、うん、がっつり山1個越える距離なんです。長いの？で、あのさっきあのここきついなって言ったトンネルあったじゃないですか、下の、うん、あれと同じぐらいの長さを歩くことになるんです。ということで、まあまあ長いトンネルですので頑張っていきましょう。さあ、皆さん行こう。行きましょう。あら、真っ暗、何も見えねえ。あ、でもなんか電気ついてる。あ、一応電気つくんだ。6時まで、朝の。なんだ、電気ついてんのかよ。そういうことか、お前ら。きついなぁ、なんかきつい、このマイナスも来るな、入ってくるな、オーラ。それは、怯えとかではなく敵意ですか？敵意マシマシ。ニンニクマシマシなら好きなんですけど。シャッターの押しが押せ。はい、かっちゃん、今このトンネルの目の前におります、はい、今ここから何が見えますか？はい、今ね、僕の右側、壁あたり、はい、僕よりか、僕が175センチとしたら170センチぐらいの、若者が立っております。その子は敵に向けてる？敵にマシマシ。真ん中にいる、ちょうど真ん中のとこにも敵にマシマシで立ってます。さあ、どうやって行こうか悩んでます。怖いな、俺こういうのが怖いんだよ、俺。今ね、この辺にオーブが来て、前まであそこにあったのがここにまで来てますからね。もう入り口でストップかけてますね、これ。そう、やだなぁ、こういうのが嫌なんだ、俺。なんかなぁ、なんかなぁ。マジや、俺、こういう、ほら。マジやだなぁ。あー、行きます。幽霊はどうしました？通り過ぎた？それとも奥に戻った？ここにいます。ここら辺にコーヒー、今ね、こんな感じでおるんですよ。で、バッ当たらないとあげ、怒られそう。殴られます、俺が。今、なぜ来るって聞かれました。観光です。すみません、撮影で、僕は、一応、霊感が持ってます。ただ僕の霊感はあなたたちを悪さすれば僕は除霊いたします。何もしなければ写真だけ撮らせてください。お願いします。はい、お願いします。一方的だけど納得はするのかしら。僕と落としながらラッポンをやめて。よし、失礼します。